はい、こんな感じでバラすことができました。面白かったのがここの持ち手のところ、ポンプのところに隠し工具っていう、その外出先でもこのトーチをバラせるような工具が最初から入ってたのが非常になんか面白いなと思いましたね。やっぱり磁石がねひっつくんでなんか変だなと思ったらね、やっぱり銅じゃなくて鉄に銅メッキでしたね。いやー残念、銅のピカッとしたね外観出したかったけど、残念ながらこいつは銅メッキのトーチということが判明いたしました。クソ！
まだね本当にレストアできたかってちょっとわからないので、今からホワイトガソリン入れて、あのバーナーとして、ね、あトーチか、トーチとしてちゃんと動作するかを見てみたいと思います。ここがね、あの上壕みたいになってるんで、あの別で上壕を用意する必要がないですね。ちょっとこぼれてこう、まあちょっとこんなもんにしておきましょう。少なめで。はい、あともう一箇所、プレヒート用のお皿にもガソリンを入れていきます。これ入れにくいな。くそこぼれるやんけ。まあこんなもんで。はい、というわけで火事になっても嫌だったので外に移動してきました。でこの商品はいきなりこのメインノズルに火をつけられるわけではなくて、こちらの小さい方の、まあ、サブノズルというのかな、小さいノズルで、このメインノズルを温めるプレヒートという作業が必要になってきますので、それをやっていきたいと思います。まずこのポンプでタンクの中の圧力を高めます。まあ、こんな感じで、ポンピングして圧力を高めて、サブノズルからメインのノズルを温めてあげると。で温め終わったらこっちから、こっちを開いてあげて、はい、ご覧の通り今日風がめちゃくちゃ強くて正直ちゃんとつけれるか心配だったんですけど、なんとかつけることができました。こいつのねガソリントーチの特徴としては、一度ついてしまえばあのひっくり返したりね、逆さまね向けたりしても火が消えたり爆発することがありません。最近のガスボンベだからだと、逆さまに向けるとね爆発する恐れが、あったりするので、こういったものは昔よく現場で、あの MB パイプのね曲げとかに使われたそうです。いやなんかデザインがねめちゃくちゃいいですよね。いや無事、レストアできてよかったです。でこのメーカーねちょっと気になったんで調べてみたんですけど、まさかのこの、新富士バーナー株式会社っていうメーカーで、あのこういったね、ホームセンターでよく売ってる、ガスボンベのバーナーのこの部分とこの缶作ってる会社だったり、このソトっていうブランド、あのキャンプグッズとかでねよく、皆さんご存知だと思うんですけど、このメーカーの会社だったんで、実際今生産してるかっていうのはちょっと分かんなかったんですけど、昔ながらその歴史がね、こう進化していって、だんだん便利に使いやすく、なっていってるっていうことが、今回の勉強になりました。というわけで今回の動画が面白かった、参考になったという方いらっしゃいましたら、ぜひグッドボタンとかチャンネル登録をよろしくお願いします。Twitter やインスタ、物販いろいろやっておりますので、もしよかったら概要欄から見てみてください。ご視聴ありがとうございました。せっかく磨いたすすで真っ黒なと思ったな。